気も弱く鼻もないと自称する斉藤陽次。光栄ですね。五流の選手だと自分では思ってるんで、そのトーナメントに出れるだけで。トーナメント1回戦、前王者の中村と対戦した斉藤。気持ち折れちゃってたんですけど、勝ち上げが結構強く出てきて、ようやく俺も格闘からしくなってきたのかなって。斉藤が判定で勝利。一人の勝ちだと思ってないんで、みんなのため、あのおかげで勝てたと思ってるんで、次クリアすればベルトが見えてくるんで、なんとしても次は勝ちたいですね。斉藤選手って誰だっけ？中村じゃないんだっけ？こちらは前王者中村をノックアウト。佐々木文也。以前から王者手塚への挑戦をアピールしていた佐々木。俺以外にあのチャンピオンベルト似合うやついないと思うんで、早くベルト巻きたいですね。ベルト。この試合の勝者の挑戦を受ける王者手塚は、まあ俺としては斉藤選手かなって思うんですけど、まあ、一発、クワイティ選手とか、最初持ってるんで、まあ、でも、まあ、無難に斉藤選手上がってくるんじゃないですか。勝ち、勝ちに来ます。負けは絶対許されないと思う。まあ、とりあえず、早くぶっ倒したいし。果たして、王者への挑戦権を掴むのは、ワールドマンホールネットワークプレゼンツ、グラチャン MMA バンタム級次期挑戦者決定トーナメント決勝戦、佐々木文也 VS 斉藤陽次。
センター。センター。はい。5分3ラウンドです。バッティングローブを気をつけてください。相手の服掴んだり、金網掴んだり、その他一切の反則行為ないように。はい、言葉忘れて。はい、コーナー、コーナー。ラウンド。大丈夫、残り時間30秒。
Oh,
Come on.
しい。ジャッジ代表青斎藤、ジャッジセンター青斎藤、ジャッジ小池青斎藤を呼んで判定させていただきます。そして、ワールドマンホールネットワーク株式会社代表小島逆です。